足決まりましたね。お疲れ様です。で結構早かったですね。そうなんですね、1日で。すごい、昨日あれ月曜日朝一で相談しに行って。おお、早かったですね。でじゃあ1週間ぐらい見てもらえますかって言ったんですよ。じゃあできたんですね。そしたら夕方はもうできました。あれ前の仕様からは何をやったんですか。まずなんだっけ、フェンダーギアだけ加工してもらって、はい、あで、ね、後ろが3センチの前に2センチあるから下がって。おー、3センチ2センチ下げてる、はい、あ、2センチ3センチ下げてるから、それぐらいでも下げるって言ったら。これ、あれ、ワイトレとかは入れたんですか。ワイトレは、ギアは入れてないですけど、フロントは20ミリで、本当は入んないんだけど、今加工してもらったんですよ。それで20ミリ全然変わりますね、シルエットがね。タイヤサイズ変えて、タイヤサイズ変えて、そうですね。で、フロントに1号の3号にしたんです。あ、やっぱ3号ですね、はい。見た感じでもう全然違うんですよ、40とね。違いますね。全然違うんですよ。あ、結構早い、仕様変更早かったですね。ホイール、ホイールしたり。もうでも理想的なんじゃないですか、だいぶ。そうそう、ね、車高は、とりあえずこれが限界っていうか、まあ、一般的にやりそうですね。これ以下になるともう結構大変になってきます。フロントはもう当たんないですか。フロント当たんないです。あ、フロントは加工なし。加工なしです。やっぱ全部爪切ることないって。あ、うん、だから全部乗り上がるというか調整してもらって、その危ないところだって。当たりそうなところだけど、まあ必要なければ全部やんなくてもね。いいっすね。このホイールは秋田と会って次の日見に行って、あったんすよ。どうしようかなと思って、なんかこのブラックリムに引かれちゃって、ね、珍しいっすよね。珍しいっすよね。それだったら誰も入ってない。あ、かぶらないですよ。見たことないもん。クラブリムなんですね。これもなんか限定らしいんですよね。よくありましたね、こんな見たことないですね。こういうところも変わってますよね。そうなんです、そこのリング変えられるんですよ ね。あ、なんかオプションでいろんなカラーがあって。ああ、で、これはたまたまっていうか黒。そうですね、たまたま黒。珍しいですね。これ、あれ、いつでしたっけ、800キロ。そうです。あ、の19インチ。もう理想的ですね。あ、タイヤ細くなったって、設置面積が減ったからですね。あれですか、ホイールが変わったじゃないですか。乗り心地的にはどうですか。乗り心地、前のと、前のマルチオケットと比べて。ああ、なんか、軽くてる感じがします。ああ、じゃあ、ね、ホイールが軽いんかもしれないですね。あれがすごく重たいわけ。ああ、やっぱ重いんですか。重いです。持ってみると。今日、改めてホイール
それで2個入ったやつを、はい、あの8人が、はい、8人が開けてもらったんですよ、はい、で、家に外に置いとけないから、も持ち運んで、そう思って、そんな重たいんだろうね。だからホイール4本ってなると結構重くなっちゃう。そうですよね。1回に運ばなきゃいけないから結構きついっす。結構きついっすよね。ホイール重いっすからね。今後はもう特にやることはない。まあ外周はもうないから、あとはあれ、打ち替えたいんですよ、ね、ああ中の、内装 LED ガン、はい、そのぐらいですか。周りはもうこれで、もうこれでいいかな。やりすぎちゃってもね、難しいっすもん。じゃあ完成ですね。